前田氏です。今日はですね、チーム友達の千葉ゆきさんのファッションチェックしていきまーす。今話題をかっさらってますからね。ファッション的な部分でもそうやし、BO さんとのね、ビーフであったりもそうやし、いろんな形で取り沙汰されてるチーム友達なんですけども、その中の千葉ゆきさんのファッションチェックしていきますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、はい、まず、チーム友達の通常バージョンから見ていきましょうか。はい、1枚目まずこちらです。ジャケットがロカウェアで、フーディーとデニムがブラックアイパッチ、デニムにジップフーディーで、ジャケットという、まあ、シンプルかつ割とオールドスクール寄りなスタイリングになっております。うん、このロカウェアのジャケットもよく着られてるし、あと関西リミックスではフブのジャケットも着られてたという形ですね。まあ、割とあの幅広いジャンルの服を着られてるんですけども、意外な感じしますよ ね、 しますね。こういうスタイリングってね、いろんなスタイリングしてあるよな。確かにね。このブラックアイパッチのパーカーに関しては2022年 SS ということなんですけども、まあ、過去作なんですよね。まあ、前から着られてたんですかね、これに関してはね。こういうビデオを撮るときとか、ミュージックビデオを撮るときとかって、あの衣装から作り込まれるパターンが多いんですけども、このスタイリングに関しては自分の家から持ってきた感があるというか、確かに、ただただこう気に入ってきてる過去のアイテムなのかなという思わせるような、このラフさがいいですよね。チーム友達っていうミュージックビデオの打ち出し方的にも、割とみんな自前の服であろう、このパーカーに関しては、あのもしかすると最近ブラックアイパッチとコラボをしてたんですよね。してました。でそれでアイテム出してたんで、まあ、そのタイミングで余ってる服もらったのかなという可能性もありますよ ね、 ありますね。これお前ちょっと持っていけよみたいなね。赤とネイビーの大胆な切り返しが千葉さんらしいし、まあ、めちゃめちゃ似合ってるなというとこですけども、ここで千葉ゆきが着てるからって言ってメルカリで値段上がったりとか、そんなもありそうよな。いや割と安かったです。あ、割と安かった。1万とかしてました。あ、まあ、はい、あの欲しい方はぜひ受け取ってください。次です。こちらに関しては東海リミックスの際のスタイリングになっております。うん、デニムのセットアップでバケットハット、同じくブラックアイパッチのものになっておりますね。パンツもこちら 22SS のものなんで、おそらくジャケットも 22SS のものなのかなというとこです。さっきのフーディーもそうなんですけども、2022年の余り物全部もらった説は出てくるんだろうな。浮上してくる、浮上してくるよな。パッドに関してはおそらく 22AW のものなんですよね。22年なんかあった、なんかあった在庫型ってことなんだけど、千葉さんって前からブラックアイパッチ着られてたんですか？割とそうなんですか、全然イメージがない。うん、うん、まああんま追っかけてなかったんで、イメージもなかったんでね、ここまで着用されてるのが新鮮だなという印象ではあるんですけども、はい、どうなんですかね、こうとか千葉さん、千葉ゆきさん追いかけてた皆さん、結構着られているもんなんですかね。わかんないですね。ただめちゃめちゃ似合ってるよな。服やっぱ似合うっすよね。うん、服似合うよな。千葉ゆき高効果でブラックアイパッチが触れたケースはいっぱいあるやろうしな。コラボのやつも多分そこなくなったんちゃうんですか、多分。あ、そこなくなったんや。チーム友達コラボ、あれはもうすぐやろな。デニムのセットアップでインナーにフーディーを着ておりまして、バケットハットという、まあ、かなりスケーター味のあるちょっとオールドスクール寄りのスタイリングになっておりますね。ジンドックさんとあのハイブビーストの YouTube に出てた際もですね、あのバンズのオールドスクールを履かれてたんですよ。まあ、こういう緩い感じが何かしらの気分なんですかね、今の。次ですね、メンフィス出身のラッパーのデューク・デュースリミックスの際のスタイリングになっております。はい、このシャツがですね、おそらく AFB のものになっておりまして、なんとこれチェックシャツの上からスパンコールが施されてると。すごいね、スパンコールなんやね、これが。ラインストーンとかではなく、なかなか斬新な仕様ですよね。斬新すぎる。最近ミーヒもメンズでスパンコールついてる服、おばちゃんのイメージしかないですもんね。割とあの0年代のメンズの服はプリントの代わりにスパンコール使われてたりとかっていうのがあったのよ。だからもしかしたら今の0年代の流行りが来てるし、2000年代のさ、パラパラを踊ってるギャル男の動画、今の子がね踊ってる動画とかが出てきてさ、ほんまになんか時代がよう分からん、もう回ってんなという感じですけど、まあまあそれはさておき、うん、なかなか斬新な仕様で千葉さんまためちゃめちゃ似合ってますよね。こういう服のイメージが強いかも。ちょっと尖った感じね。こういうまあぶっ飛んだ服がめちゃめちゃ似合うなというイメージではありますよね。キャップに関してはご自身でやられてるドッグスのものなんですけども、ファセッタズムとのコラボのやつなんですよね。俺よく調べても分からんかったな。ちょっとご存知の方はあのコメントまでお願いします。キャップのフロント部分の上にあの紙みたいなのがあの貼られてるデザインなんですけども、ロゴがどう見てもドッグスの長さじゃないんですよね。ただファセッタズムコラボのものでこのカラーはないんで、サンプルを本人だけ被ってるとかパターンも全然あるもんね、それはね。これぞ、こうさん、千葉さんという感じのスタイリングになっております。
最後ですね、はい、こちらファーストテイクの際に着られていたジャケットなんですけども、こちらシュプリーム 24SS のスタッズレザージャケットになっております。北九州リミックスの際も着られておりましたね。現行ものもしっかり着られるんだなというここまで結構過去作とかね多かったですもんね。千葉祐希さんが着るとシュプリームっぽさがいい意味でないというか、シュプリームもなんか新鮮な感じすんな、なんか確かにね、ないっすよね、あんまイメージ。局長からも伝わる自由さといいますか、うん、何を着ても様になるなというのはまさにこのことよね。何でもありってイメージですよね、うん、歌も服も。確かに確かに、彼の生き様がそのまま全てをなんかこうアートよね。まあ割と今回のチーム友達関連の着られてるアイテムに関してはこうトップスが惹かれるアイテム多かったよね、うん、トップスが目を引くといいますかね。パンツはあのデニムで、あの靴もシンプルめなものが多かったなという印象ではありました。はい、はい、ということで本日は千葉祐希さんのチーム友達のファッションチェックさせていただいたんですけども、ほんまに全世界で話題になってもな、みたいですね、ここまでバズるとは思ってなかった。ここまで世界的にいけるのは今はその千葉さんぐらいしかいないんじゃないですかね。世界で名前が響いてるって考えたらね。このチーム友達が世の中に出る前に、うちのスタッフの DJ やってるのレンがこの楽曲のあれ持ってって店でかけたりしてたんよ。全然まだ出回る前の段階で裏ルートでもらってたんやけど、これがこんなにバズるんやっていう印象やった。予想外やったよな。こんな世界を席巻するほどのものなんやっていう、ね、すごいですね。すごいよな。各国でアジア、アメリカでリミックスされてますもんね。誰やったっけ、誰か US ラッパーでめっちゃ有名なクリス・ブラウンやったっけ。クリス・ブラウンとかリル・ウチとか言ってなかった、忘れた。その辺の US アーティストとかもコラボしようぜみたいな結構言ってきてるみたいな。これからも今後もこの動向に関しては注目すべきところだなと思いますんで、ファッションに関してもね、追いかけるところがあれば追いかけていきたいと思います。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録でいいねボタンよろしくお願いします。